政権どうしたっていうのが、うん、これ1月8日に報じられたんですが、はい、ビジネス入国一転継続と、はい、新型コロナの変異ウイルス拡大を受け、政府は昨年12月28日全世界を対象にした入国緩和策を停止、はい、一方で中韓やベトナムなど11カ国地域から一定の条件下で短期の出張者や技能実習生、留学生らを受け入れる仕組みは維持した。その後緊急事態宣言の発出が固まったことから、内閣官房と関係省庁は1月4日例外扱いしてきた11カ国地域も含め外国人の新規入国を全面的に止める方向で検討に入った、はい、ここまではまあ、はいはい、いいんですよ、うん、ところが、うん、政府与党関係者によると5日に首相の下で検討した結果、変異ウイルスの市中感染が確認された国地域ごとに停止、うん、との対応に転じたという、うん、昨年末緊急事態宣言を前提とせずに決まっていた方針に逆戻りした形だったと、はい、で今だから緊急事態宣言が出て、うん、国内的には動きを止めようというふうにしているのに、うんはいうん、外国からは人を入れるそうなんですということで、まあ、批判も出てる、うん、かなり矛盾した対応なんじゃないかなと、うんはいまあ、それこそさっき言ったように、うん飲食なんてめちゃくちゃ苦労してますよ ね、はい、そうですね。いや飲食に限った話じゃなくて、うん、あらゆる業界が苦労している中で、うん、ビジネスももちろん大事なんですが、うん、その外から入れるのを止めなければ、うん、結局感染って抑えられていかないんじゃないかなと、はいはいはいまあ、国民感情的にも、うんこれは納得できるものではないんじゃないかなと、まあ、新種の、ねうん、あのウイルスができている中で、はい、結局日本にも入ってきたというのもあるんで、うん、大体外国人からだし、ね、あのこれについては僕ね、まあ、学校の先週言ったと思うんですけど、うん、学校の休校をすると、OECD が発表したのは、教育を半年止めると2100年には、うんGDP が 3.8、うん、1年止めると 7.5 マイナスが出るという数字があるんですよ。でそれと同じようにビジネスによる新規の商談ができなくなると、うん、GDP がどれぐらい下がるかっていう数字が多分あるはずなんですよ、うん、それを出したら GDP が止まるから、うん、これ新規の商いをやらないとあのこの先細りになってダメなんですよっていうのを言えばいいな、うん、多分なんかそういう数字あるんだと思うんですけど、うん、それ全部今後手に回ってるんですよね。そう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 、いやこれもようやく今日になって停止するって発表したんですよ、うんはいはいはい、遅いんですよ、うん、だから緊急事態宣言出すなら、うん、その時点で一緒にやらないと、うん、これやはり、批判浴びるのも当然なんじゃないかなということですよね、はいはいはい、そうだからなんか多分ね政府は数字いろいろ持ってるのをあまり出さないわけですよ、うん、外国人がどれぐらい病気っていうかウイルスを持ってきてるのかとか、うん、その空港でねどれぐらいになったうちの何パーセントが外国人なのかとか、ね、いろいろ国民が疑問に思ってる数字を出さないんで、うん、これ出せば、うん、ある程度ね、うん、落ち着くところもあるかなとは思うんですけど、まあ、そのやっぱり往来してる中で、はいまあ、どれだけ検査して、うん、どれだけ感染してたかっていうのを例えばまあデータで示すとか、だから、まあうん大丈夫なんですと、うん、いうことであれば、まあ、納得できる部分もあったと思うんですけど、それをなんかこうもっと出した方がいいですよね、うん、そう、もう、まあ、おそらくなんかどっかであるのかもしれないですけど、そう、あるとは思いますよ。それをもっとこう出していかないと、はい、ちょっとこう難しいんじゃないかなと、はい、でこの停止に至るまでに、うん、国民からも大きな批判が上がったわけですよ、はいはいはい、でやっぱりその政治家からの声っての大事ですよね。大事です。ここでですね、はい、我らが、はい、自民党、はい青山繁晴氏、はい、政府にビジネス往来全面停止を要請と、はい、これ昨日の記事なんですけどね、うん日本の尊厳と国益を守る会は12日首相官邸で岡田直樹官房副長官と面会し、新型コロナウイルスの感染防止のため一部の国との間で継続しているビジネス往来の全面中止などを政府に求める緊急提言を手渡したと、うん、いうことで、まあ、岡田氏は、完全中止も選択肢に入れて検討しているということで、その緊急提言を受け取ったということなんですけど、はいまあ、おそらくこの時点で決まってたんでしょうね、うんまあ、そうですね、あの事前にすり合わせしないとこういうの受け取らないので、だからまあそういう方向性ができている中で、うんまあ、青山さんとかそのグループが言って、はい、ようやく決まったんじゃないかなと。青山氏は岡田氏との面会後、記者団に海外から人を受け入れ、日本で変異種のウイルスが市中感染を引き起こすと政府の責任は重大になると危機感を表明した、うん、1日どころか1時間完全に止めるのが遅れたらリスクは、常数効果で大きくなっていく、うんと語った、はい、国民に厳しい制限をお願いしておきながらビジネスだけで入ってきているはずの特に中国の方々で観光している人が非常に多いとも述べたと、うん、
で最後にはビジネス往来を当面継続するとの政府の対応については青山氏は、何もかもが遅い、党では部会や対策本部を開いても続けるべきだという人は一人もいない、非常に危機的だと訴えたと。いやこれ青山さんの言ってること僕はその通りだなと思いますよ、うん、あこれでも続けるべきだって人は一人もいないって本当なのかね。じゃあなぜ政府はやってんのかって、まあ、そうですよね。だから一部の力を持ってる人が影響力を及ぼしているのか、なるほどね、まあ、だからその部会とかでは出ないところで、うんはい、まあ、力を持ってる人が、うん、というかまあ発言してない人が、はい、まあ、そういう決めることに参画しているのかとか、うん、いうことなんじゃないかなと、はい、なんかやっぱり青山さんはね何もかもが遅いと、うん、こういうだから早くやれってことですよね、はいはいはい、消費減税はいつやるんですかね。そ何もかそういえばですけど、そうですね、それも国民の経済がね、はい、止まっていく中でやっぱ自殺が増えたりとかする中で消費税減税は非常に有効できつから、うん、それはやってほしいなというのは本当になんかトゥーリトル、はい、トゥーレイトだとか、はい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 、そうですね、言ってましたよね、はい、言ってやっぱ会見やったけども、うん、特に何も動かずっていう状況が、はい、確かに、続いていますので、はい、まあ、減税だけじゃなくて、うん、例えばまあ給付とか、うん、まあ、様々対策考えていかないと、はい、これだけ緊急事態宣言が広がって、うん、まあ、今日西村大臣否定してましたけど、はい、このなんか空気で、うん、結局全国に非常事態、うん、あ緊急事態宣言出すんじゃないかなっていう気もしますよね。うん、なるほどね、うん、はいはいはい、なのでちょっとこう、まあ、補償についても、はい、もう少しこう突っ込んだ議論をしていただきたいなというふうには思うんですけどね、はい、まあ、どう転ぶかっていう、そうですね、うん、いやこれはいい、なんていうか政治家としていい、うん、なんていうか働きかけをしてくれたんじゃないかなと、はいはいはい、思いましたね、はい、もうこれ、本当数字がどういう、まあ、例えばビジネス続けてるのは、うん、例えば医療物資が止まるとまずいからですとか、うん、燃料とかね、うん、そういったものとかもいろんなところに新規で当たっていかないと安定したエネルギーがね、うん、日本が電気代とか上がっちゃうから、うん、そういうのやってんですよとか、そういう説明がとにかく僕は欲しいなっていうぐらい、そう、なんか理由あるんでしょというのは思いますね、うん、そうですね、はい、その辺はやっぱこう明瞭にしてほしいっていう、そう、今だって通路はいくらでもあるわけじゃないですか、はい、その今マスコミだけの時代ではないので、うん、そうそう、まあ、ネットを通じて、まあ、多くの人に語りかけるとか、うん、はいはいはい、入手法もあると思うんですけど、うん、なかなか、はい、政府の意図というか、まあ、特に菅総理の意図が見えてこないというか、もともと雄弁な方ではないんでしょうけれども、ね、はい、まあ、しっかり説明した方がいいですよね、うん、はい、三遊亭歌小倉師匠ですね、新年の挨拶遅れて申し訳ございません、いやいやいや福岡も緊急事態宣言が発令され、ね、口座が2つ飛びました、飲食業の友人は悲鳴を上げていますが、うん、県知事はバカバリですねと、あ、そうですね、このちょっとコロナ、まあ、怖いというか、この対策がね、うん、飛び火した業種っていうのはちょっと怖いですよね、うん、そうですね、はい、だって8時までって飲食業にとってはもう死ねみたいなもんじゃないですか、そうもう今今日来る時も、うん、まあ、結構ギリギリに来たので8時過ぎてたんですけど、うん、結構もう閉まってるところが多かったですね、あ、そう、うん、昨日もほとんど、閉まってましたね、うん、ラーメン屋だけでしたね、あ、無視して開けてる、あとはジムとかも8時までなんですよ、それ昼のジムと夜のジムってどうリスク違うのっていう感じしますよね、はい、うん、昼のジムって言うとなんか仕事みたいな感じですけど昼のジムと夜のジムそう、なんかどうリスクが違うんだろうって、8時で閉める意味ってなんだろうな、そうですよね、なんかお酒の提供はもうちょっとね、早い段階で終わりとか、うん、はいはい、ありますし、そうそうそう、絶望的な状況ですよ、はい、チーニーのアジトさん、お疲れ様です、知り合いのダーツバーの親分も緊急事態宣言のおかげで疲れてた、いまだに鬼滅の良さがわからないわし、なるほど、はい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 、あ、しびれてたんですね、はい、うん、まあ好き嫌いありますからね、そうですね、うん、はい、まあ潰れてた店だけど、うん、急に店として復活させて、はい、どっちにしろ客来なかったのに毎日6万もらえるっていう店もあるらしいですからね、そういう援助金というか協力金が、はいはい、そう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 、はい、もう商売とっくにやめてたのに、はい、急に復活みたいな、うん、それなんか別のとこでも見ましたね、はい、なんか急に店ができて、うん、全然なんか実態がないのに、うん、これ給付金というか、うん、協力金狙いなんじゃないみたいな、そうそう、だから後でちょっとなんか追及される可能性はあるよね、うん、垂れ込みが入るとね、うん、はい、西野ブルさん、和田の株チャンネルやってほしいです、じっちゃまみたいに質問に答えるスタイルで、なるほど、わかります、まあ、ちょっと、今度ね株の
うまいやつが、はい、本出しましたんで、一回番組に連れてくると思いますけれどもね、うん、はい、参考になればと思います、ね、そうですね、やっぱり、はい、だから今ちょっと株上がりすぎてるんで、あ、そう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 、どうまでいくのかっていう、そうです、うん、まあ、彼はもう、皆さん老後2000万楽勝ですよと言ってますので、はい、いや、それ、はい、今めちゃくちゃ上がってるから、はい、去年のなんか初めぐらいに買ったやつが、うん、投資信託なんですけど、うん、もう50万ぐらいプラスになってるんですよ、いきますね、はい、これ来てるなっていう、来てますよ、うん、本当にあの政府はもう金ジャブジャブ突っ込むしかないんで、はい、やっぱ事業が潰れるって人もいるし、うん、やっぱ資金供給してますんでね、なのでなかなかいいと思いますよ、そうですね、はい、僕は割と石橋叩きタイプなので、うん、まあ、積み立てで結構買ってるんですけど、はいはいはい、まあ、それも今すごい伸びてるので、なるほど、はいはい、よかったなっていう、そうですね。